遊戯王の BGM かけて乱数回やろ、ありだな。そういうオカルトにもう俺は頼っていくしかないのか。その作戦やるしかねえ。いくわ。もうお前は八つ咲きにしろ。音量ややデカめ、そしてループ、ループ再生。行くぜ。マジで行く。ここで全て終わらせるわ。今までのこの流れ、この悪しき流れ、俺がこれ断ち切る。言いてえぜ。ドロー、なんとかアルティメットバーニングドラグーンギャランドゥの召喚。そして俺のターンはまだ終わってないぞ。カイバーやめろ、それ以上は体が持たねえ。城之内くんみたいな、俺の知ってる遊戯王のあれを全部使うわ。俺の知ってる遊戯王の知識を、全てを。おい、ちょっと待って、コメントが追いつかない。ちょっと待ってくれ、早くやらせてくれ、早く 俺にやらせてくれ、チャンスをくれ。まあもうダメだ、ちょ待って、コメントが追いつかねえ、くだらねえ。こんな俺のパワーをこんなところで使わせねえで、もういいや、もうコメントが流れないでいいや。俺が全て、俺で自己完結する。さあ行く、一発でこれ流れ来てるな。さあ行くぞ。まずはおそらく一番右端に出てくるのは、おはは、流れ変わったな、流れが変わった。まずこの、ちょっと待ってくれ、この音楽を消して、よし、流れを変える。まずはトラ男、トラ男のターン、ドロー、バイキルト、バズズにバイキルト発動。そしてこのバズズのターン攻撃だ、ダークスライム、ダークスライム防御、オッケーオッケー。で止まってんの、来たな、仕切り直すわ。バイキルト、バズズにバイキルト発動、攻撃力表示、攻撃力2500アップ。そして、トラ男のターン、ドロー、バイキルト、自分にバイキルトだ。通常攻撃を、右端のこの、坊主に発動。そして、ダークスライム、ドロー、通常攻撃、ブリザードマンに攻撃。完璧だ。流れに乗ってきてる。攻撃力表示で発動。いいね、85。さあ、整ってきた。そして、まずタイガーペガサスのターン、あ、敵のターン、ドロー、通常攻撃。ザキ来たらやべえからよ。ブルーアイズのアルティメットハイパードラグーンアナコーダー使ってくる可能性あるから。ドロー、バイキルト、ダークスライムにバイキルト発動。そしてみんな、防御だ、死ぬな、カイバー。完璧。これ来たな、確実に。さあ、いよいよだ。もうこれで、すべての、俺のできるすべては、俺のできることすべて終わった。そしてついにドロー、なんとダイレクトアタックだ、いけお前たち、こいつらを仲間にするんだ。そしてレオソードに挑むんだ。 5.2%、 1% 上がった。遊戯王効果で上がってる。おい、遊戯王効果で可能性が出て、もう誰も来てくれ、これで誰も来てくれ。ドロー、ホークブリさん、ドローさせろ、もうドローさせろよ、バカがや。様子を見ている。何、まだやらせてくれるのか。ついに来たな。今まで戦ったブリザードマン、おそらく20匹。20% ガチャ20連敗。確率 1% 未満。これ行くしかねえな。このブリザードマンを捕まえ。おそらくこのブリザードマン、HP は33。残り33。ランクは A。こいつを捕まえ。他の奴らと混ぜることにより、A ランクを乱獲。そして、ドロー。なんだっけ、あいつ。トグロ、トグロをドロー。そして、そのトグロを育てる。はぐれメタルドロー。はぐれメタルを倒し、トグロのレベルが20。そして、ドロー。ギガンテスドロー。そして、その、ギガンテスとトグロを混ぜて、S ランクのモンスターをドロー。そして、レオソードを倒す。勝った。俺の勝ちだ。お前よくやったよ。だがしかし、お前より俺の方が優れていた、ただそれだけだ。お前誇っていいぞ。俺に全力を出させたんだからな。お前誇っていい。だがいいよ。もう楽になっていいんだ、お前は。もうお前楽になれ。
よ。まだど、おいおい、まだ俺のバトルターンだ、終わってないんだよ。間髪入れすぎ、間髪入れすぎ、もう来てくれ、もう来てくれよ。この BGM と終わる、 BGM が終わると同時に、もう来てくれ。ダメだ、遊戯王じゃダメだ、遊戯王じゃ俺の、遊戯王じゃこいつなんか好みじゃなかったらしい。選曲が悪かった。4.9 13.5 20.8。 おお、パルチザンのおかげで 20% 超えるようになった。やったー、やったやべえ、ロングギャランドゥ、ギャランドゥ、ギャランドゥーマン。おい、よろしくな、俺のギャランドゥーマン。クソざまるよ、一番下の方置いとこ。